さあ始まりました将棋場チャンネルということで、今回見ていくのが順位戦ですね。藤井聡太竜王が在籍している B 級1組10回戦ですね。現在は順位戦の順位として1位にいるのが藤井聡太竜王ということで、そして2位につけているのがこちら対局になっている佐々木勇気七段、そして3位に千田翔太七段と、藤井聡太竜王が8勝1敗、そして2位の佐々木勇気七段が7勝1敗ですね。そして3位の千田翔太七段が6勝3敗ということでね、千田翔太七段は絶対に負けられないということ で、佐々木勇気七段もね、ここで負けてしまうと昇級がね、ちょっとまた険しくなってくるので、どちらも負けられないというね、お互い戦いになってきてます。早速見ていきたいと思います。戦型は角換わりということでね、角換わり腰掛け銀の、まあ、現代将棋の、まあ、基本型にもなってますよね。こちらから早速見ていきたいと思います。さあ腰掛けてきてというところですね。さあ6六歩とついておいて、さあ5二玉と、まあ、手損はするんですけれども、考え方としては後手はまあいい形でね、迎え撃っていきたいと。先手の形が崩れたところでね、まあお互い先手番なので、先手としては仕掛けたい、後手は手待ちしていい形で千日手でもいいですよということで待っているのでね、先手がどのように打開していくのかということですね。なので王様を行ったり来たりして手損にはなるんですが、最前形でね待ち構えていって千日手 OK ということですね。さあ本局は玉がね8八と入ってきたというところで、その手を見てこちら6三銀とね引いて待ち方をね変えてきましたね。さあそれを見てこちら6七銀と銀矢倉にしてくるということで、さあ5四銀と出た手に対して5六歩、さあそして4四歩とね、まあ、後手も何かの時に銀矢倉にできますよということですが、ここでね5九飛車とね早速揺さぶってくるんですが、4三銀と引いておいて5五歩とね位は取ったんですけれども、ここで3一玉とね引いておいてですね、まあこれはちょっと人、まあ、数年前にねよくある形ではあったんですけども、さあここでね4五歩と早速仕掛けていくということで、これはおそらく研究してきた形であるということですね。さあ同歩としておいて同桂、早速桂馬を跳ねていくんですが、で銀が上がってそして歩で支えるということですね。それに対して後手も同じようにね6五歩とで同歩に同桂とね、まあ似たような形なので、まあ先手が仕掛けた筋はそのまま後手もやり返せますよというところですね。さあこれも銀が上がって歩で支えると、お互いね右の桂馬をさばいていってということで、先手がね主張してきたら後手も同じようにやり返してということでね、お互い主張を作っていってということで、違いは飛車の位置が違いますよね。これがどのように影響していくのかということですが、さあ本譜続けて3五歩とね早速ね先手番らしく仕掛けていくということなんですけども、これを見て2六角とね打ってきましたね。まあ、飛車がこちらに5筋にいるので2九にいたら打てない角だったんですけども、本譜はね5九にいるので2六角と打ってきたんですけれども、これに対して一度5八とね浮いて、まず金取りを支えていく。さあそして7五歩とね、まあ、先手が3筋を突いたら後手は7筋と突いてくるということでね、さあしかしお互いここの歩はね取りたくないということで、2四歩とねまずは突き捨てていって同歩に、そしてね積極的に行きましたね。この4七金とね上がっていくと、まあ、角取りをね避けつつ、場合によって次はね3六金と出ればね、実はこの角がね行き場所がなくなってくるぞというところでプレッシャーをかけていますよね。飛車の横利きも通ってくるので駒の効率は良くなってきたかなということになります。さあそれに対してここで4五銀とね桂馬を食いちぎってきました。もちろんこれは同歩とね取って取り返してくると、
これね、4六歩と打って、まあ、攻めをつなげていこうということですね。同金と取れば角がね、生き返ると知らないし、かといってこの歩をね、まあ、逃げてね、角取りに当てたとしても4七歩成とね、しておけば飛車に当たってくるので、飛車が逃げれば角が成れるし、角を取られば飛車を取れるというところになってくるので、このね、4五銀という手はね、どうするのかなと思ったんですが、ここでうまい切り返しがありました。同歩ではなくて、ここで2七角打ちとね、角をあえて追っておくということですね。見ればね、この銀はもう実は逃げ場がないんですよね。なので歩で取る必要もなくて、相手に攻めさせることなく2七角、そしてこの角が遠くのね、飛車も睨んでますよということになってくるのでね、さあこの手を見てちょっとね、後手が忙しくなってきたかということで、まずは7四桂とね、まあこのね、銀をね、受けていてもしょうがないので、桂馬打って反撃に出ていきますということですね。さあ7五銀と、まずは桂馬ね、狙われてる銀をかわしていくんですが、この銀が動いた瞬間に7七歩とね、まあここに打っていく。同桂にここで8六と一本突き捨てを入れてきましたね。さあこの歩が入るのかどうなのかというところで、この手に対してまあ大手はいろいろあったかと思いますが、本譜は6五桂とね、こちらに跳ねていきましたね。まあシンプルに、まあ角が出る手とかもね、まあ飛車取りになるし、まあこういう展開もあったかと思いますね。まあ一回形を乱しておいてからというところで、まあここでね、一度清算するというところもあるんですが、先手玉はね、まあこういう風に形を乱されるのを嫌がったのかなというところで、本譜はね、ここをまずはこちら7七とかね、させないように桂馬を外していくと、そして同歩に、それから4五角とね、これで飛び出してきましたね。さあ、それに対しては飛車取りなので一度8二飛車と逃げていくんですが、ここでじっと8六歩と手を戻していく。さあ、しかしこの瞬間ね、桂馬があるので、6六桂打ちとね、まあ、これはね、あえて打ってきましたね。これ跳ねていけるんですけれども、桂馬をね、渡しているので、ここ逆に7四桂打ちとね、打たれてしまう筋も出てきますから、本譜はここはね、あえて桂馬をね、打っていくということですね。桂馬をつなぐ形にしてきました。取られてもまた同桂とね、いけるよということなんで、さあ、この両取りに関しては、一度5七飛車とね、かわしておいて、7八桂成。そして同銀としておいてね、まだまだ互角のね、本当に攻めぎ合いが続いていきますね。さあそのままどっちがね、押し切れるのかということなんですが、ここでね、6六金とね、上からガッチンと打っていって勝負をかけてきましたね。この手に95分かけてきます。さあこれに対しては同銀に同歩と進んでいくんですが、ここでね、待望の割り打ち、7一銀と入っていきました。さあ、これに対して飛車の逃げ場所はどこなんだということなんですけど、まあ、横に逃げるとね、もうこれは角を切ってきてしまって、まあ、同金に、この形はね、いつでも王手がかかるので、一回2三歩とかね、されてしまうと、ちょっと苦しくなってくるかなというところなので、本譜はこちら8三飛車とね、一旦浮いてきましたね。さあそれに対して6二銀ならずと金を外していくんですが、ここで反撃の8六桂と跳ねていく。さあこれは8七銀とね、かわしていくんですが、ここでね、6七歩成とね、うまく捨てていきましたね。攻めがつながるかどうかというところですね。本譜はこちら同飛車と取りましたね。同角と取ってしまうと、やはり銀がね、ここに打たれてしまうので、両取りを食らうという、この手を嫌ったと思います。なので、本譜は同飛車と行くんですが、飛車がこの筋から逃げたということで、ここのね、角がようやく世に出てくると。しかも、5九角成が玉頭を睨んで、いいポジションですよね。さあ、これに対して、本譜は8四歩と一発叩いて同飛車、さらにもう一発と
飛車の歩を連打して飛車を釣り上げていきます。それから6八歩とね押さえていきましたね。まあ、これはねほっとくとねやっぱり7八桂成から同玉に7七歩とかね、まあ、攻め筋がいっぱいあるんで6六歩とかあるのでここは6八歩とね馬の利きを止めておくんですけれども、ここでね一発また6六歩と叩いてということで、これがね飛車を釣り上げた効果が逆用されてしまいましたよね。本譜は同飛車と取るしかなかったんですが、この瞬間飛車の横利きもなくなったので、ここですっとね6九馬と入っていくという手ですね。これがそして詰めろになっているんです。9八桂成からですね、詰めろ具体的に言うと9八桂成から詰まされてしまうので、ここは金を打ってね手堅く受けるしかないんですけれども、そして6五歩とね、さあこれね歩を使われて飛車先を止められてしまうということですね。さあしかしこの手はね何でもないということで、勝負手の2三歩とね打ってきましたね。この2三歩は退路を封鎖しているので、緊急手段としては4一金と打ってね捨てて同玉に6三角成とすれば王手飛車のラインにもできるんでね、かといってこれを取ると玉形が乱れるよというね渾身の勝負手なんですけども、これを堂々とね同金とね取ってと、さあ利かしたことによってここでね7七桂とね打って、まあ、飛車取りに当ててなんとか受ければというところなんですけれども、この次の一手が決め手でね、やはりこの辺は隙を逃さなかったですね。それが9八桂成、さあ同金と行くんですけれども、ここで7九銀、9七玉に馬をバッサリとね切っておいて、8七馬同金に8八銀と打って、ここでね佐々木勇気七段が投了となりましたね。いやー銀がね、まあ、鮮やかに寄せ切ったというところでしょうね。投了追加見ていきたいと思います。かわす手はできるんですけれども、ここでね銀成としておけばちょっとね受けが効かない形になってしまうので、かといってこのね後手玉が詰ますにもちょっと手がかりがね今のところないので、ちょっとこれじゃ詰みがね見えないかなと、まあ、緊急的に4一金と打ってね、まあなんとかというところなんですけれども、まあ、かわされてしまうとちょっとね、まあ、どうしようもないのかなというところですかね。上に逃げるとまあどっちでも角打たせてもいいかなというところだし、どうやっても詰まないかなっていうところになってくるので、ちょっとね局面としてはこれですね。8八銀打ちで、まあ、投了やむなしかなというところでして、でこの対局というのが本当に互角のまま進んでいってて、まあ、このあたりですかね、まあ、やり取りでどこで形勢が変わったのかというところなんですけれども、非常に難しくて、これは本当に何回も見たり検討したんですけれども、結果的にはこの割り打ちってここのところですよね。まあ、ここでまあソフト的な話になってくるんですけれども、7五桂打ちというのがね、まあ、出てくるんですよね。いや、やはりこの飛車に当たりをつけておくというのが大事だったみたいですね。いや本当に難しくて何言ってるのか分かんないと思うんですけれども、僕も分かってないので、まあ、ただですね手順通り並べていくとかいろいろできるんですけれども、まあ、この7五桂がね、まあ、今じゃなくてもいいんですけれども、これ取ってねこのタイミング、ここのタイミングで打ってもまだまだ互角を保っていたというところで、ちょっと進めていくと取れるんですけれどもね、やはり銀2枚なので飛車先がね直通してちょっと怖いんですけれども、慣れるわけでもないし、かといってね銀を打って何かということもできるんですが、ギリギリかわしておけばねこれで何でもないというところでね、こうやって打っても上に逃げていけるので、まあ、飛車はね取られてしまうんですが、これもがっちりとね同金と取っておけばね意外とこれで攻め筋がないとなったところで、上部がね開けているので、実はね大丈夫というね怖い形で受けれたというのが、まあ7五桂と、まあ、飛車にアタックしておけばまだまだね互角だったというところなんですけども、まあ本譜はねこうかわしておいて6七歩成と入って後手の攻めがね
ちょっとつながるような攻めが来たので、飛車の筋をずらして角成りというところで、ちょっとね、ここからはちょっと苦しくなってきたのかなというところがありましたね。そしてまあここの8四歩と叩いたところで決定的にね、まあ、ちょっと評価が変わってきたところでしたね。分岐点、ここの歩を連打したところで後手がね少し優勢というところになりましたね。結局釣り上げたんですけども、釣り上げた手をね逆用されてということで、やはりあとはこの逆用されてしまったのがちょっとね終盤で響いてきたのかなと。そしてこのね6九馬からの攻めがまあやはりね受け止めきれなかったのかなというところで、まあこれは本当に終盤本当の少しの差でしたね。本当に難しすぎるんですけども、まあしかしこの最後の勝負でもねやはり読み切って取って大丈夫というところもありましたけども、まあこの桂馬はねちょっと受けになってなかったよというところもね踏まえて、千田七段がなんとかね勝利をして、いやーこれで7勝3敗というところで抑え踏みとどまってきましたね。佐々木勇気七段も7勝2敗というところでまだまだね耐えてはいるんですけれども、いやーこれはね本当に難しい順位戦、混戦になってきましたね。逆に言うと1位の藤井聡太竜王がねちょっと頭一つ抜けてきたのかもしれませんね。ただ直接対決が残っているのでまだまだ目が離せない順位戦となってきてます。ということでね、これからはねこのチャンネルではまあ順位戦も含めて藤井聡太竜王に関わるところとか、まあいろいろとね注目の対局は追いかけていきたいと思いますので、ぜひともチャンネル登録高評価していただければと思います。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。バイバイ。